このイベントは市内にある企業を知ってもらおうと幸い学習館の主催で開かれたものです。参加者が見学に訪れたのは幸い町にある交通システム電気株式会社。道路の信号機をはじめ踏切の警報器、パーキングメーターなどの企画、製造、販売を行っています。警視庁や埼玉県警などの業務を請け負い、交通インフラの業界では上場企業と肩を並べるほどの有名企業です。こちらは信号の制御機を製造している場所。普段の生活では気づきませんが、交通状況や時間帯によって信号が変わる時間を調整し、渋滞の緩和に一役買っているそうです。そしてこちらは踏切の警報器。通常は正面を向いたこちらの警報灯をよく見ますが、場所によってはどの角度からも見られる特殊な警報灯もあるそうです。また列車の非常停止ボタンも製造しており、参加者は実際にボタンを押してその動きを確認。思っていたよりも硬い手応えに驚いていました。さらに交通システム電気では、東京都内23区外にあるおよそ5700箇所の信号機のメンテナンスも行っています。365日休むことなく見守り、故障などの緊急事態に備えているそうです。一つの部品の不具合が事故につながり、人の命にも直結する場合もある信号機。普段の生活を陰から支える縁の下の力持ちといった仕事の説明に、参加した人々は興味深く聞き入っていました。非常ベルを押させてもらってね、よく駅でこうホームで見たことはあるんだけど、実際には触ったことなかったから、ちょっと体験できてよかったと思ってます。最後に参加者は30年以上も電源を入れたままにしているという信号機を見学。その性能の高さに驚いていました。